孫次王は、韓国釜山広域市出身のプロ野球選手。2009年に、孫光都市から解明。2007年二次ドラフトで、地元球団である、ロッテジャイアンツへ入団。1年目となったシーズンは、打率は低いがチャンスで結果を残し代打を中心に、出場。2008年は、規定打席未満ながらも3割を打ち、第二の僕マサヤスになるとも囁かれた。 シーズンオフに裁判所に本名のグアンミンからアソプへ名前を変える解明を申請。翌2009年1月16日裁判所の許可を受け、正式に決定する。2010年は右打者の伝春との併用されるのが基本方針となった。8月21日には地震発動に桁本塁打を放ち、8月27日には 自身初のサヨナラホームランを放ち、打撃面での活躍が目立ったシーズンとなった。2011年は主に3番打者を任され成長を見せ、自身初のゴールデングラブ賞を受賞した。2012年は158安打で、初の個人タイトルとなる、最多安打を獲得した。2013年は、シーズン開幕前の3月に開催された第3回。 ワールドベースボールクラシックの韓国代表に選出された。シーズンでは全128試合に出場。チーム1の打率を残した。2014年は9月に開催された2がはアジア大会の野球韓国代表に選出された。同大会では韓国の優勝により兵役免除の恩恵を受けることになった。2015年はオフの10月7日に第1回。 WBSC プレミア十二の韓国代表に選出された。十一月十六日にメジャーリーグベースボール移籍のためのポスティングを要請したが入札球団はなかった。二千十七年はシーズン開幕前の三月に開催された第四回 WBC の韓国代表に選出され、二大会連続二度目の選出を果たした。シーズンでは百九十三安打で、 自身3度目の最多ンダの個人タイトルを獲得した。オフの11月にフリーエージェント権を行使したが、4年、総額98億ウォンでロッテと再契約した。2020年は2年ぶりのシーズン打率3割を記録。2021年12月24日、2回目の FA を行使して、NC 大ノスに移籍した。2015-12。 The Official Site of Korea Baseball Organization 2015年10月21日、SLINE DJ Short。レポートチームプレースド、No MLB Team Place the Avid On Korean Outfielder R, Siope 3 NBC Sports HTTP MLB ムブクスポーツ .com 2015-11-23レポート No MLB Team Place the A ビットオンコリアンアウトフィールダーアーシオプさん2015年11月24日閲覧 https s p o r t s V DAUM n e t スラッシュ V スラッシュ KXZATVTVMQ ありがとうございます